だったんだけどさ、一緒にロフマオの仕事をした時だったんだけど、なんか控え室というか、まあ、ちょっとその仕事が始まる前のとこでちょっと座れるとこみたいなのがあって、そこにケータリングみたいなコーヒーがあったのよ。よくさ、家とかにあるさ、ポットみたいなやつあるじゃん。コーヒーメーカーの下にくっついてるポットみたいなあるじゃないですか。職場とかにもあるかもしれないんですけど。で、なんかそれをね、ホットだったから、まあ、喉温めるかと思って、いただこうと思ったんですよ。そしたら、なんか黒いカップがあったからさ、これで飲んでくださいって意味なのかなと思ったんだけど、なんか、ちょっとさすがに、ちょっとさ、カップがそのまま重なってたりとかしたのよ。プラスチック製とかでさ。で、なんかちょっ、いやでもこれなんか、情勢的にこれを使うのはあんまり良くないんだろうな、と思ってさ、まあ、やめとくかと思ったらさ、隣にさ、なんかさ、紙カップみたいなのがあったのね。あ、じゃあこっちで飲めばいいじゃんと思って、これ多分その大丈夫なやつやと思ってさ。で、その、紙カップがね、すごいおしゃれな形だったの。めちゃくちゃ。何があって、底のところがまん丸になってたんですよ。そう。で、なんか、えらいおしゃれな紙コップやなと思ってさ。それに入れてさ、コーヒー飲んでたんですけど。したら、社長が頼むからこれに入れて飲んでくださいって言ってなんかそのプラスチックの黒いやつをポンってカンって置いてくれたの。これを使ってくださいっつって、あ、そのデパのコーヒーのさ紙カップをさ、その黒いやつの上にポコってはめてくれてさ、あ、なるほどねーみたいな、あ、そういうやつみたいな、おしゃれな紙カップかと思ったみたいなあ、これこうやって使うものですねみたいな、社長とか言ってまさか知らないとは思いませんでしたみたいな言われたわ。よかったです、私が気づけてみたいな社長に一つ勉強になりました。はい、もう怖くて怖くて仕方がありません、私はみたいなさ、社長に言われてさ、こっちは別になんかちょっとおしゃれなカップやなぐらいで飲んでたんだよね、普通に。みたいな、最近の紙コップは結構シャレてるんやなみたいな思ってたんだけどさ、道理で社長こっちチラチラ見てくんなと思ってたんだけど、ふわさんとか何も気にしなかったけど、横でこれホットとか聞いた気がする、なんかこれホットアイス買いだみたいな、隣で全然気にしなかったけど、その時買いな、それホットあ、ホットでしたみたいな、おー、ホットかみたいな、社長かっこいいよ、本当にちゃんと何でも知ってる社長は。その時確かもちさまいなかったのかな、まだ。そういう場合あるともちさまクスクス笑ってるから後ろの方でえ、知らなかったのみたいな、本当に面白いねみたいな、そういう系だからね、もちさんは。